そう思いましたのが我々アジア圏内のビートボックスバトルをこうやって例えるとアジアチャンピオンです。よろしくお願いいたします。我々ですね、ビートボックスの日本人初のアジアチャンピオンのタッグチーム、二人組の部門でタッグチームとしてアジアチャンピオンを、日本人初のアジアチャンピオン、タッグチームの部門でアジアチャンピオンを取らせていただいて、アジアチャンピオン、以前ですね、今行われているグランドビートボックスバトル2021というですね、世界最大規模のヒューマンビートボックスバトルのイベントの動画予選がね、すごい盛り上がるんですよ。毎年、毎年。で、つい先日、ついにタッグチームに、第2と3人以上のクルー部門です。2021年度の合格者が発表されたわけです。そう、タッグチームとクルー、じゃあどこが勝ち取って、そんでどこが予選1位になったのか。それがこちら、タッグチーム、ハスキーといってですね、ルーシー&コーヒーというですね、コーヒーです。コーヒー。これ誰、どこのグループだ。これ日本だね、これ。これ日本だね。ということで、タッグチーム予選1位、なんと、日本のルーシー&コーヒー、ハスキーというグループでございます。日本がね、1位取っちゃった、世界の。そして、クルー部門、これがね、なんだ、サルケイ、日本だね。日本だね。なんと、タッグチームとクルー部門、どっちも日本が1位を取ってしまいました。これはね、前代未聞でございます。前代未聞の上。前代未聞でございます。つべこを言わず、今回はその日本が世界一を取ったということで、ポンポン見ていこうと思います。ポーン。ということになりまして、今回はですね、ちょっと理由は後で言いますが、タッグチームの方から先に見させていただきたいと思います。館内見るのがこれ、ハスキー、過去ルーシー&コーヘイ、 GBB2021 ワールドリーグタッグチームワイルドカード、オレンジピンクということで、もうこれね、見るしかないね。世界一位の日本人2人組見させていただきます。どうぞ。いただきます。左側がルーシー君、右側がコウヘイ君ですね。はい。No, we are Husky from Japan. This is our Grand Prix Box Battle 2021 Tag Team. Yeah. 本当に1位ですか？ふざけてない？こんな奴らが1位取れる？ No, we are Husky from Japan. This is our Grand Prix Box Battle 2021 Tag Team.いや、ちょっと俺めっちゃ好きなんだよな、この思い。とりあえず見ていきますか。ワン、ツー、スリー。すごいな。すごいですね。なんとここで豆知識。右側のコウヘイ君は、ソロ部門にも出場が決定しました。それ去年受かってるんですよ。だからもうめちゃめちゃ実力者、結構ね、おーっていうのが、コウヘイは得意だったりするんだけど、それをなんか、うまい感じでこう、ハモってるっつうか。二人で？一人、かな、ぽいね。ルーシーが。ルーシーが、ムドベ？わかんない。わかんないですね。なるほどね。めっちゃ綺麗だね。ね。うん。やっぱアカペラの培われた。そう！左側のルーシー君っていうのは、ハイスクールバンバンというですね、アカペラナイスアシスト。アカペラグループの、ビートボックスというかパーカス担当なんです。ナイスアシスト。そしてルーパー。ルーシーはループを主としてやってる方。闘争という。人とルーシーはタッグのループステーション、機械を2台使うっていう新しい種目なんですけど、これにも決まってる。だから両方とももう出場権はあったんですよ。それがタッグを組んで世界一、すごいよマジで。これやばいね。この音やばいね。超絶構成うまい。うん、うまい。ルーシーなんかさ、すごい解説チックなこと言いますけど、ループステーションってこう音をって録音して。
ループされるじゃないですか、うん、だからこう単音でさ、うんうん、よく録音するじゃない、うん、ルーパーの人ってルーシュもそういう音してるというかさ、うん、みたいなところがすっごいねセパレートされててめっちゃ綺麗、うん、一個一個の音が、うん、ここで It's like damn, still like damn. Why did I do something wrong? My turn, don't wish me a bitch. Already a legend game. Still like I guess they gonna be a. Oh hey, 上手すぎ。そんで。音圧がやばいね。ちなみにこのラップはなんて言ってるんですか。まだ子供みたいだけどシックだになるぜ、ベイベー。バスキーでダイジェンスゲームこれやばいいやーオレンジンピンク We drop like this これやばいこれほんとタッグチームじゃないとできない、うん、一人じゃできないビートへーへーへーもう掛け合いの応酬みたいな感じですねほうほうここがまずもうやばすぎる公平がこれこれうますぎるんだよマジ音でかそう音超でかい Drop like this で当たったらよろしくね。My turn, don't wish me a bitch Already arranging things Feel like a kiss but gonna be a thing You can't play this husky on a beat Who called his name? Husky, they got this game そうルーシーがめちゃめちゃ土台っていう感じがして確かにその上で公平が暴れているみたいな、うん、目立つ音、うん、超相性いい、うん、うわあやばいやばいまあ、最後のダメ押しというか、うんうん、そこまででも完成度ももちろん高かったんだけどもうワンドロップ入れてきた感じ、はいはいはい、構成がとても良かったから、うん、すごい時間が過ぎるの早い、うんうんうん、ということになりまして、ハスキーめちゃめちゃうまうまっきスキルフルだしキャッチーだしっていう1位にふさわしい、うんうん、でこれをね日本のタッグチームが取ってるっていうところがまた感動的なんですけどあーあー
なんとこれクルーのね1位、うん、日本ですよ。こちらサルカニ GBB2021 ワールドリーグクルーワイルドカード1,2,3,4過去ファーストプレイスになってますけれども、これがねクルー、まあ本当に世界のドモさんの中で1位、うん、しかもこれジャッジ全員1位にしたらしいです。やば、そう、全員だから満票で1位、やば、暴動のクルー代表が日本、シノーの言わずカニカニサルサル言わずね、見ていこうか、いきます。わさいるなぁ、見たことあんのがいんのよ。とりあえず見ていきましょう。サルカニ from Japan and this is our crew walker for the Grand Beatbox Battle 2021 World League Hope you enjoy。 本当に1位かふざけてるね。わからんけれども1位か、ちょっと横並びになると思うんでそれだけ見たいですね。パンジョいるね。パンジョ、パンジョって言った、いや俺ねめっちゃ聞いてるから、うん、多分聞き取れてるけど、うん、パンチはって言ってる、めっちゃ多分だけど、うん、動画と音を合わせるために、うん、カジがなんか合図をするみたいな感じで、はいはいはい、俺めっちゃ予想だよ、カジがパンチって言ってんのかなっつって、はいはいはい、そういうよ。パンチはパンチは、あ、お、パンチいきます。そうそう、ほんとだだと思う、バンジョーだと思ってた。バンジョーって。そう。バンジョーの鳴き声そんな。いや、バンジョーの鳴き声。で、カズイの方は、そんなことよりね。そんなことより。いるんですよ、タッグチーム。ハスキーの二人が。なんとそう、このね、クルーですね。ハスキーというグループ、タッグチームがもう入っちゃってる。サルカニに。んで、タッグチーム4組ね、本当は3組だったんだけど、1枠ね、追加されて、もう同点だったんでしょうか、わかんないですけど、いやー、4組しようって言って、4組になったのが、両端の2人、ソーソーとカジのタッグチーム、ワイルドカードガイズというね、タッグチームなんです。だから、どっちもこれ、世界で4組しか入らないのに、2組、サルカニで上位、4位に入っちゃって、で、サルカニで世界1位をクルーで取ってるっていう、バゲモン集団。バゲモンバギモン、マジでマジでそんなことあると思って、でこのサルカニの内容もやばいね。パンチョ、あ、パンチ、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、プシュプシュプシュ、やばプシュ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 Let's collect them again. One, what? Two, tasty. Three, sweetie. Four, two, die. One, one, what? Two, two, tasty. Three, three, sweetie. Four, four, three, die. One, 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 what? Two, 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 tasty. Three, 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 sweetie. Four. ちょっとね、完成度高すぎ。いやー、いい。マジでうまい。ビート2人なのがさ、すごいシンプルというか、クルーでなかなかなくない？うんうんうん。まあビート2人はあるけど、なんか両端がフロントマン、うん、フロントマン2人もフロントマンいるのはめちゃめちゃおもろい。そうだね、本当に2人が盛り上げ役みたいな、うん、ステージを想像すると2人がバーンって前に出てる感じはしますよね、うん、こんだけシンプルなのに音が熱いのめちゃめちゃ、うん、それがねすごい、もう見ただけであ1位かも、うん、思っちゃう要因。スイリー4、4、3、ダイス、1、1、1、1、2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 、
ここよ。わかりやすすぎ。エンターテイナー。マジでわかりやすすぎです。面白いわこの。こんなキャッチーなの入れれるんかいみたいな。ただやっぱすごいだけのチームじゃないんですよ。これが見てもわかりやすいじゃん、こんなの。そうだね。1と3、2と4。確かに。めちゃめちゃすごいよ。テーマがすごい。ワン、ツー、スリー、フォーの題名、動画の名前にも入れちゃって、ストーリーにもワン、ツー、スリー、フォー入れて、もう作品、アニメを作ってほしいですわ。いや、もうマジでね、アニメキャラみたいだもんね。わかりやすくすごい。多分ね、どうやったらわかりやすくするかをめっちゃ考えてると思う。ただわかりやすい見た目してるやつらじゃないのよ、もう受け手のことを考えまくってるからこそこのバランスが成り立ってるというか。やっば、えぐ、構成いいわ。ちょっとやばいね。全員目立ってる。うん、これはすごいわ。うん、ちょっともう一回聞くか。Remember my favorite number? Yeah. Maybe it's 1, 2, 3, 4. おお、やば。やっべー。やば。最後の後編の、あれね、マジできる人ないと思う、世界で。やっぱ真ん中の2人の土台感がやばい、ね。やばいね。2人の時は公平がすげえ攻撃的な感じだったけど、うん、4人のチームになると逆にこう土台になって、うん、で家事と曹操が結構ガツガツやるっていう、うん、そうだね、めっちゃいい配分が、すっげえマジですげえ、本当にすごい。お兄さん汗かいちゃったよ、スウェリー。ということでまして、今回は GBB2021 というタッグチームとクルーカテゴリー予選1を見させていただいたんですけれども、結論を言ってもいいかな。おびっくりした。結論、田中にマジでおめでとう。おめでとう。大快挙だよこれは。大快挙ですね。これはすごいよ。まあ、サルカニって言ったのはもうハスキーもサルカニの一部な、だからなんですけれども、うん、本当に努力したのがまあ分かるというか、うん、プラスその努力の方向が1ミリもこう間違ってないというか、うん、分かんないけど、まあ、揉めたりもすると思う、うん、すごい。ここまでの完成度になるには、うん、4人の意見がぶつかんないわけがないから、うん、ただその4人の人間性とかやっぱいいやつらだって知ってるからこそ、生まれて揉まれてのワイルドカード、うん、だ
と思うし、ここまでコンセプトがしっかりしてるのはダントツというか、それもやっぱ審査員が1位に選んだ理由かなとは思う。他とは違ったから、全くなんか信頼関係もすごい見えるというか、楽しみっすわ。楽しみだね。もし開催できれば、10月俺らもタッグチーム部門で出場させていただくので、俺らが戦うかもしれない、っていう、もしかしたらね。そうだね。ちょっとね、10月開催できたら俺らが一緒に行けることも確定してるので、今後とも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。何はともあれ、本当におめでとう。早く会いたいです。